かつて日本で大活躍していた韓国出身のプロ野球選手。チームの主力として機能することが多く、また甘いルックスも大人気で多くのファンを虜にしていましたが、ここ最近はすっかり姿を見なくなりました。因縁のライバル国と表現されることもありましたが、両国の間で溝が深まっているのでしょうか。はたまた NPB そのものに魅力を感じなくなったのか。そこで今回は韓国の野球選手が NPB に来なくなった真相について紹介します。日本で活躍した韓国人選手。 WBC2006 年大会では日本代表を相手に3度も激戦を繰り広げ、世界に自国の実力を証明してみせた韓国代表。国際大会で頭角を現したことによって、韓国のプロ野球 KBO リーグに注目が集まっていました。海外進出を目指す選手が増え、日本にやってくる韓国人選手の姿も見られましたね。NPB において韓国人選手の活躍が最も目立っていたのは2000年から2010年代にかけてのこと。ファンの記憶に残る選手が多かったのではないでしょうか。2004年からロッテでプレーしたイ・スンヨプ選手は左の長距離砲として開幕戦からチームの4番を任されると、2005年にはリーグ優勝と日本一に大きく貢献。さらに2006年、DH 制がないセリーグの巨人へ身を移し、ファーストの守備をこなしながらキャリアハイとなるホームラン41本を記録。2007年から3年連続でリーグ優勝を果たした巨人でも一軍の中心メンバーでしたね。ヤクルトでプレーしたイム・チャンヨン選手もまた NPB で大暴れした韓国人選手の一人です。しなやかなサイドスローから放たれる最速160キロのストレートに当時衝撃を受けたファンも少なくないのでは。2008年から4年間で128セーブを記録するなど、チームの圧倒的な守護神として活躍しました。またピッチャーとして日本で成功した選手といえば、阪神のオ・スンファン選手も外せません。2014年からわずか2シーズンのプレーとなりましたが、2年連続でセーブ王のタイトルを獲得。その実力は NPB でもトップクラスでした。このように過去を振り返れば、多くの韓国人選手が日本に渡り、そして確かな成績を残してきました。来日1年目から活躍している様子を見ても、日本式のプレースタイルに違和感を感じることなく馴染めていたことは明らかですね。各球団の戦力補強の意味合いだけでなく、 NPB の発展を目指す上でも韓国人選手の力は必要不可欠だったと考えることができますが、ではなぜ NPB から韓国人選手が姿を消してしまったのでしょうか。専門家の話によると、どうやら韓国で野球を極めようとする選手に芽生えたある考えが大きく影響しているようです。メジャー挑戦の夢を追いかける韓国人選手。近年は韓国人選手が NPB でプレーする可能性はほとんど残されていないとのこと。韓国野球に詳しい記者は、韓国の選手が日本にやってくる可能性はないのかといった質問に対して、まずないと答えています。その理由の一つとして挙げられているのが、韓国人選手たちの考えの変化。 KBO リーグで成功した韓国人選手は NPB ではなくメジャーリーグを目指す傾向にあるようです。日本でも2023年オフにオリックスからドジャースへ移籍した山本由伸選手のメジャー挑戦が大きな話題になりましたよね。これまでたくさんの選手がメジャーでのプレーを求めて海を渡っています。野球の本場アメリカで一花咲かせたい、そんな思いは全世界共通なのかもしれませんね。日本のプロ野球選手と同様に、韓国にも海外志向の強い選手は存在します。一昔前までは海外進出先として日本を選ぶ選手が少なくありませんでしたが、最近ではメジャーリーグで力試しをしたいと考える選手が増えたそう。世界最高の舞台で自分の力はどこまで通用するのか。アスリートであれば誰しもが一度は世界トップレベルの環境を夢見るのではないでしょうか。また海の向こうで実際に成果を残す選手の影響が大きいとも考えられており、かつてのメジャーリーグでは体格で劣るアジア人野手の成功は難しいと言われていましたが、近年は同じアジアの選手、そして韓国出身の選手が続々と結果を残しているのです。2023年までパドレスでプレーしていたチェ・ジマン選手はメジャー通算10年間で67本のホームランを記録。また同じく2021年からパドレスに所属しているキム・ハソン選手は2023年に
韓国人選手として初めてのゴールドグラブ賞を受賞。これはアジア生まれの内野手として初の快挙でもあり、守備の名手として知られるドジャースのムーキー・ベッツ選手やカージナルスのトミー・エドマン選手といった有力候補に負けじと堂々の受賞となりました。同じ韓国人選手が確かな活躍を披露したことで、自分もメジャーでやれるかもしれないと KBO リーグでプレーする選手たちがいい刺激を受けていることは間違いないでしょう。 NPB が求める海外戦力の変化。韓国人選手が NPB から姿を消したもう一つの理由として議論されているのは金銭的な問題。どうやら現在の NPB は韓国人選手にとってお金を稼げる環境ではなくなっているようです。かつて日本でプレーした韓国人選手にとって NPB 進出は野球でのレベルアップを目的とした挑戦の意味に加えて多額の金銭を獲得するといった目的も大きくありました。優秀な選手であれば国内の KBO リーグよりも稼ぐことができたのです。一昔前までは韓国でプレーするトップクラスの選手であっても年俸は日本円で1000万円程度。それが NPB に来れば数倍の金額で契約できるわけですから、挑戦しない理由がありませんよね。ところが近年の NPB は大金を出してまで外国人選手を獲得しようとはせず、お金を出し惜しむ傾向があるようで、メジャーで実績がある選手であれば1億円以上の交渉が可能ですが、力のある選手であったとしても KBO リーグからの移籍となれば5000万円から8000万円程度の年俸に落ち着くケースが多いのだそう。かつて来日して成果を残す選手たちは助っ人外国人と呼ばれて各球団の主軸を担ってきましたが、最近では日本人選手の技術が伸びたこともあって海外の選手に頼るという考えがなくなりつつあるのです。そんな環境の変化が韓国人選手の来日を遠ざけていると言えるのではないでしょうか。現に今最も注目されている韓国人選手は NPB ではなくメジャーに目を向けました。韓国のイチローの異名で評価されているイ・ジョンフ選手は2023年オフにポスティングで MLB のジャイアンツに入団。 KBO リーグで過ごした7年間の通算打率3割4分、国内屈指の安打製造機がメジャーのピッチャーを相手にどこまで通用するのか全米メディアも注目しています。そしてその契約額は6年間で総額1億1300万ドル、日本円で約160億円の大型契約に合意しています。韓国人選手がメジャーリーグで受け入れられていることは数字を見れば明らかですよね。KBO と NPB の位置づけ。近年の韓国代表が WBC などの国際大会で結果を残せていないことに加えて、KBO リーグで評価されていたものの NPB に移籍した途端に調子を落として大失敗するケースが続いています。2021年から阪神で2年間プレーしたメル・ロハス・ジュニア選手、 KBO 時代には2020年に本塁打と打点の2冠王に輝き、シーズン MVP に選出された経験があり、その実力を高く評価した阪神は年俸2億6000万円と大金を出して獲得しましたが、球団やファンが求める成果を残すことができませんでした。2年間で放ったホームランはわずか17本。不安定なパフォーマンスに対してファンは少なからず失望していたことでしょう。韓国メディアスポーツ朝鮮は KBO リーグで MVP 級の活躍をした選手が次々と日本に渡って失敗した過去を振り返るとともに、先人たちの移籍失敗が NPB の外国人市場を大きく変化させた可能性を指摘しています。元阪神のロハス・ジュニア選手だけでなく、同じく元阪神のラウル・アルカンタラ選手や元巨人のエリック・テームズ選手など複数の失敗事例があることからも、同じアジアのプロリーグで活躍したからといって NPB でも通用するとは限らないということはすでに証明済み。そのため NPB の球団やファンが韓国リーグの選手に期待していないことは事実のようです。そんな悪いイメージの定着も韓国から日本に挑戦する選手が激減した原因の一つだと言えそうですね。かつて来日した韓国人選手がセパ両リーグのタイトル争いを繰り広げていたことが嘘のようにすっかり姿を消してしまい、この先 KBO リーグから NPB への移籍はレアケースになるかもしれません。ましてや WBC2023 年大会で日本代表は世界一に輝き、
野球のレベルが世界トップクラスであることが明らかになったばかり。 NPB の各球団はもう外国人選手に頼る必要はないと日本人選手への期待を高めているのではないでしょうか。 NPB と KBO がそれぞれどのように発展していくのか、それとも両リーグの差は広がるばかりなのか、注目したいですね。というわけで今回は韓国の野球選手が NPB に来なくなった真相について紹介しました。他にも韓国人選手の来日に対する感想をお持ちでしたら、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。